本土の人々はまだ封鎖で困っている。一秒たりとも待たせたくない。Voilà, donc là ça va, on a largement le niveau. J'ai augmenté le niveau de mes personnages exprès avant de partir. Avant d'aller là plutôt. あの操作台を使えば扉が開くよ。見えた、神殿の最深部だ。Faut savoir que ce donjon je l'avais fait durant la bêta fermée, donc les premiers donjons je les ai déjà fait. Donc enfin galère un peu parce que ma manette était cassée, donc
ないね。上に何かあるみたい。でもどうやって行くんだ？あれは炎元素の石碑？強い炎元素で攻撃したら起動させられるかもな。竜の気配がする。あれが力の集まるポイントかな。よし、壊そう。ふう、疲れた。でもこれで少しはジンさんの役に立てたと思う。以前なら城内の安全を死守することはできた。まあそれもジンさんの力があればこそなんだけど。でも今風魔竜がモンド城内を直接襲うようなことがあったら、風向きが変わったのなら策も考えるべきよ。これはリサさんの口癖だよ。そうだ、前に話した四風守護の話だけど、過去の歴史に興味があったらリサさんに聞いてみるといいよ。先に言っておくけど、私が歴史苦手とかそういうんじゃないからね。図書館司書の知識が偵察騎士を上回っているのは当たり前のことでしょ。Voilà, c'était tranquille. Allez, on va en faire un autre. Ah, du coup, on doit aller où là ? Dans des quêtes. Je sais même pas ce qui nous menace ou quoi. Non. Là.
je regarderai ça un peu plus tard. On va faire le deuxième donjon. Вот. J'ai un peu perdu. Ça joue beaucoup sur les affinités élémentaires dans le jeu. C'est quasiment que ça. Kitaka, chikaku ni kite kure. Nani ka, kono shinden de sukoshi yosougai no koto ga atta. Slime, Hilchaaru, sore kara Fuma ryu ga nokoshita maryoku no tsunagari. Naka wa kitto nigiyaka na koto ni natteru darou na. Ah.賑やかだが危なくはない。
ボレアスの神殿がこんな風になるなんて実に残念だ。行こう少年。四風守護は祀られなくなったが、古の風が消えることはない。四風守護の周りを掃除してやろうか。さてと、俺が騎士団の戦い方を見せてやるぜ。こいつはどうだ？俺の推測が正しければ、神殿の突き当たりはそこ。経験だ。長年後片付けをしてきた経験だよ。これ。おとなしくしやがれ。旅人、お前は神の目を持っていない。そうだろ？どうやって元素の力を使ってる？不思議な現象だよな。こいつはどうだ？おとなしくしやがれ。これ。ふう、やっと着いた。前に道がない。空域を利用して上に登ろう。鋭いな。陣から称号をもらって騎士にならないか？この瞬間、お前は永遠。そういえば知ってるか？
風魔竜はかつて四風守護の一つでな。詳細は俺もよく知らないが、興味があるなら代理団長にでも聞いてみるといいぜ。風魔竜はそれで力を吸い寄せてるのか？可能性はある。早速やるぞ。おお、まさか有能な戦士だったとはな。神殿での戦いは勉強になったぜ。騎士の謙虚さも兼ね備えてるとはな。お前がモンドを救う勇士、きっと自由の都の新たな伝説になる。俺は騎士団本部にいるから、暇な時いつでも来てくれ。そうだ、いい酒場を知ってるから、そこでもいいぞ。なんとか収穫はあっただろ。風魔竜から遺跡を一つ奪うことに成功したな。ここからは俺の後片付けの時間だ。他に用があるなら先に戻っていいぞ。じゃあお先。ヒルチャールの知能で奇襲なんて思いつくわけがないと思っていたが。お前らの仕業だったんだな。ごくすきさん。きれい。騎士団は仕事の効率が悪すぎる。問題ない、おかげでお前も巻き込めたんだ。こっからもっと面白くなる。面白いものを探しに行こう。C'est un peu loin, on va essayer de le faire. Wow.逃げ道はないよ。やだ。
岩の重さは安心できます。風とともに去れ。C'est trop loin. こいつはどうだ？風だ。よ
危ないのに手伝ってくれるなんて。何かわからないことがあったら、お姉さん。あら、いい質問ね。基本的に肉体労働と頭脳労働以外のことかしら。それ以外に何があるんだ。外でも元素の乱れによるざわめきを感じるわ。早くこの神殿を取り戻して気分をすっきりさせないとね。私も少し本気を出そうかしら。はっ、それ。やっぱりこの神殿の奥から非常に強い元素反応を感じるわ。パイモンちゃん、そこには行ける？行っても何もできないぞ。この風を使って上に行きましょう。お姉さんに任せて。しびれなさい。はっ、それ。しびれなさい。なるほど、雷元素の石碑ね。雷の力で起動させてみるわ。足元に注意してね。ちょっとビリビリさせないとね。ふっはっ、しびれなさい。ふっはっ、綺麗にしませんと。死の風格に気をつけます。ごいしょい。この瞬間、お前は…ちょっとビリビリさせない…ちょっとビリビリさせないとね。痛い。D'accord. On commence. Juste bili-bili, ça c'est naïto. Hein? Hein? Voilà.Huh?
痛い。逃がさないわよ、逃がさないわよ。何よ、はっはっ、それしびれさせちゃうわよ。水に濡れた敵に対してお姉さんはすごいのよ。上に上がりましょう。しびれなさい。しびれなさい。ビリビリさせないとね。どれ、しびれなさ。こいつはどうだ。これこの瞬間お前は永遠を手にする。感電した敵の間には連鎖ダメージが発生するわ。摩擦で生じた雷の火花は落ちるような濃いほどの衝撃ではないけれどね。私の首にある宝石が何かって？嘘、本気で聞いてるの？これは神の目よ。選ばれた人間が元素の力を引き出すための装置ね。神秘学の視点から言えば外付けの魔力機関とも言えるかしら。神の目も知らないなんて、あなた一体どこから？突然変異で知力が高くなったヒルチャールかしら。ヒルチャールは吟遊詩人にもなれないほど知能の低い怪物だもの。逆にあなたは魔導士にもなれるほど素質を持ったいい子よ。これを壊せば帰って休めるのね。ああ、それは風の塊みたいなもんだ。休めると思ったら風たちの地にある東風の竜トアリン、南風の獅子ダンディライオン、北風の狼ボレアス、それらはモンドの四方の風の守護者で風神バルバトスの眷属でもあるわ。トアリン、それが風魔竜の名前よ。人々に風魔竜と呼ばれる前、かの者は四風守護の中のトワリンだった。四方の風の中でトワリンがそのうち三つの力しか使えない原因がこれよ。彼は初めに自身の力を燃やし尽くしてしまったからね。多分憎しみだと思うわ。憎しみ？モンドに対する憎しみよ。その憎しみを風よりも強い力にし、そして彼は魔竜になった。でも四風守護だったのに、なんで守るべき都市を憎むようになったんだ？
モンドの人間としてはとても言いにくいわね。これを読むといいわ。100年以上も前の出来事よ。ほらほら行くぞ。詳しいことは後で教えてやるから。元素の流れも地脈の循環も元通りになるだろうな。騎士団に戻ってみるか。もちろん他にやりたいことがあったらオイラも付き合うぞ。そうだ、四風守護の神殿でまた失われた風神の瞳を手に入れただろ。今後も入手するかもしれないけど、そいつの使い道を忘れるなよ。D'accord. On va arrêter la vidéo ici. Merci à tous de l'avoir vu et à bientôt.